史上最大アメリカ横断ウルトラクイズ。さあ、ということで今週もやっていきましょう。キングオブクイズ、アメリカ横断ウルトラクイズ第3回目でございます。第3回目にしてまだ一歩も進んでおりませんけれどもね少なくとも今日は一歩進めたい、そんな気持ちでやっていきたいと思います。ということで3回目やっていきたいと思います。ちょっとこっちの諸事情で撮影が滞っておりまして、ちょっと先週分ね、先週の木曜日ちょっと投稿することはできませんでした。申し訳ございませんでした。なんとか、継続的に出せるようにね、ちょっと撮影を進めていきたいなとは思っておりますが、いきましょう。チャレンジザ・ウルトラクイズスタートです。さあ、最大の難関最初にして最大の難関なのか知らないけども、丸バツクイズいきましょう。2万5000人を超える参加者の皆さん、お待たせいたしました。これより国内第一次予選を始めたいと思います。さあ、ルールの説明をしていただきましょう。ここウルトラドームでの国内第一次予選は丸バツクイズを行います。1問不正解で即失格となりますので、注意して頑張ってください。はい、ということで残り100人になるまでやらないといけないので、何問正解すればいいかっていうそのラインがないというところがね、そこが難しいところです。でいきましょう。1問でも間違ったら即失格。問題。ニューヨークの自由の女神は送り主フランスの方を向いている。これどっちやったっけな、南東やったよね。×やったと思う軽く2週間ぐらい空いてるから、前回のプレイから2週間ぐらい空いてるからね。 OKOK バズやってた、あったそう、南東の方だよねって思った。さあ2問目。ゾウさんゾウさん、お花が長いのね。そうよ、母さんも長いのよ。この歌の中にお父さんは出てこない。どうなんでしょう。あ、てかこの曲1番の歌詞これだけで終わんの2番以降何やろうとか思ったけど、そもそも1番の歌詞がこれだけで終わんの。じゃあそんな感じやったら5番ぐらいまでやつやんけど、お父さんそれでも出てこないじゃん。5番ぐらいまであったとしても、丸でいきましたってどうでしょう。 OK、 出ない、一度も出てきません。シングルマザーなんでしょうか。さあ行きましょう。3問目。リトマス試験紙が青くなるのは酸性である。あれは BTBO 液やったっけな。梅干し酸っぱいから赤みたいな覚え方したい。だから青は酸性ではないと思うんやけど、あれが BTBO 液はあれ何やったっけ。 BTBO 液はそもそもちゃうんか、酸性とかのやつじゃないんか。っていうことはバツや。正解はこれだ。 OK、 酸性が赤で青がアルカリ性ですね。梅干し酸っぱいから赤っていうその覚え方合ってました。BTBO 液はない、要素かなんかを検知するやつですね。はい、問題だと思いますむちゃくちゃアバウト。爪を隠す鷹はいない。爪を隠す鷹はいない。ノーある鷹は爪を隠す、ノーはない。鷹にノーはない。いや、あるんだけどそういうことじゃないと思うんだけど、まだそうのな、何その自分は鷹じゃないですよみたいな見せかけはしないと。みんな爪を出してると。正
オーケー丸、正解です。タカは猫などのように爪を隠すことはできないということでございました。無理正解。さあこれで1884人、ちょっと減ってきましたが、まだまだ続きます。新幹線の光号と小玉号の特急料金は同じである。光と小玉か、バツか、サイタ、特急料金は同じじゃないの、そのうん、一緒じゃないかな。丸。正解はこれだ。丸をしゃ、変えました。同じ特急です。特急料金は均一ですと。876人、そろそろ通過したいところですが、まだ2問ぐらいあるのかな。徳川歴代将軍の中で一番長生きしたのは家康である。知らない徳川将軍問題、もう歴史問題やめてほしいんだよね。長いんでしょうな、結構長いんでしょうけど、上には上がおる的な感じでしょう。パツ、上には上がいるんでしょう、きっと。バツ、ほら来た。です。77歳が1番、家康は75歳で2位です。家継が8歳。問題、あと何やった。日本プロ野球界初のシーズン200本安打を達成したイチロー選手、イチローの名前のように長男である。イチローが長男かどうか知らんで。どうなるな、さっぱりわからんから丸にしとこうか。どうなんでしょう。これだ。あ、罰か。一郎おじいちゃんの名前から1、明朗活発から老を取り命名されたということみたいです。長男ではなかったと。失格か。結局頑張ってもこうね、敗者復活もなしちょっと期待してたんやけどな、結構進んだから失格。問題、人間の手の爪で最も伸びるのが遅いのは小指である。丸かバツか裂いた。どうなん、一番先っちょにあるものの方が、どうやら爪の大きさ的なものにあるから、なんかこの皮膚なんでしょうこれ、爪って知らんけどよう知らんけど皮膚みたいなもんでしょ。皮膚が一番遅い。バツ、時間ギリギリいっぱいまで使いました。正解はこれだ。お、あ、バツ、もう丸かい俺これ選んだ、どっちやったっけってまず思ってもらって、人差し中指薬指の3本が早く、次いで親指、最後は小指であるということですね。短い方が伸びづらいということですよ。覚えておきましょう。でも失格。問題、メリケンコとうどんこは全く同じである。もう一回出た問題が出た、はい、ありがたい、即答です。丸。正解はこれだ。アメリカのやつがメリケンコと呼ばれるわけです。問題、ことわざにエビで鯛を釣るとある。これも出たやつ、ありがたい。実際にはエビで鯛は釣れない。釣れるんです。バツ。3問目に出たやつが出たと。3連続即答ですよ。それで3470問題。バカとテープに吹き込んで逆回しにするとカバと聞こえる。俺も出たやつ、ありがたい。バツ。あ、
赤部なんですよね。1744人、よう出た問題ばっかりで1744人まで来た。希望のなりたい。ボンクラとは知らんやつ来た。のらくらしていてお盆の供養もしない人という意味である。丸かバツか採た。のらくらしていてお盆の供養もしない人、意味合い的にはそんなもんか。凡人、バツ、意味合い的にはそんな感じないけど、由来までそんなお盆に由来する桶罰。ボンクラと書くと、うん、牧地の用語で祭を伏せた盆の中に眼光が通らず、うん、なんかみんなやつです読み切れなかった。問題。日本では太陽が頭の真上に来ることはない。ないんじゃない？これでよかったっけ？よかったかな？真上には来ないでしょ、はい、正解はこれだ！ゲー丸。地球の自転軸の傾きのため北回帰線より北、南回帰線より南の地帯では太陽が真上に来ることはない。残り434人、どうなる？問題。大西洋横断、翼よあれがパリの日だのリンドバーグがフランスに着いた時最初に言った言葉はボンジュールパリである。パリってそんな海岸沿いなの知らんけど。バツ。さあどうだ、私の苦手な歴史問題。バツです。正解。大勢は誰か英語を話せる人はいませんかでした。なんやねんこれ、ニューホライゾンの一文か、お前英語の教科書の一文みたいな。問題。日本ではおならをへと言いますが、フランスではペという。いやペではないでしょ。ピとかね。プとか。ピとかプーや。知らんけどね。オノマトペのペではないでしょ。そんな関係ないでしょきっと。まあペです。ペと発音します。あかんか。ほなちゃうか。復活もないか。ほなちゃうか。ここまで頑張ってもさはいかないんだよね。厳しいね。問題。ラムネはレモネードがなまったものである。ラムネ丸。なんかありそう。ラムネラムネラムネ、はい、やった。確かにラムネはレモネードがなまったものであると。確かに。なんなんこの言い草。言い草なんやねん。確かに。問題。将棋の対局中、相手側に回って将棋盤を眺めるのは反則である。ああ。なんかやってそうな感じはするけどね。将棋そんな見たことないからあれやけど。罰。やりそう。ヒフミンとかやりそう。ガバガバな知識。オッケー。ヒフミンやってるやん、ほんまに。ほんまにやってるやん、ヒフミンが。適当に言うたのに、ほんまにやってた。さすがヒフミン。他人に貸していたものを無断で持ち帰ると罪になる。他人に貸していたものを無断で持ち帰る。知らんがな。罰。正解は何の罪や。窃盗罪的な。あ、なるんか。
自己の財物といえども他人の潜入に属し他人の監修しているものの時はそのこの罪については他人のなやつになるということみたいです。自分のものを他人に受けて無断で持ち帰ってしまってもダメなということですね。貸してるタイミングでは返してくださいって言って持ってかないといけないということですよ。資格。問題。ゆで卵は生卵より腐りやすい。丸かバツか採た。ああ意外とそうなんちゃう。意外とそうやで。知らんけど。正解は。また適当な知識。ああ丸だ。生卵には抗菌作用を持ったリゾチームが含まれているが熱すると効果がなくなる。したがってゆで卵の方が腐りやすいということです。抗菌作用が失われてしまうと。残り6900人。当たるも八家当たらぬも八家の八家とは八掛けつまり八割のことである。まあ、なんかそんな感じっぽい雰囲気、そういう雰囲気を持ってる。これだ。バツか。占いの方法の名前で八掛けとは全く関係がないということです。騙されたな。あの占いに騙されて。問題。パリのエッフェル塔には正面はない。丸か。ないんちゃう。なさそうやね。なんかそんな気がするよね。これだ。ナイス。正面というのは存在しません。正面というのはこのように存在しません。エッフェル塔のボストンはマサチューセッツ州の州都ですが、かつてマサチューセッツというヒット曲を飛ばしたグループはビージーズである。知らんがな。音楽問題やったっていうね。何問題なのって。最初の2行目の途中ぐらいまではもうなんかもう分からん問題やった、ね、急に音楽問題やった。正解はこれだ。丸か。ビージーズでした。昭和42年のヒット曲マサチューセッツでございました。問題。選挙運動中の候補者が選挙カーの助手席に乗った場合シートベルトをしなくてもよい。丸かバツか採た。当時はどうなんや。今はあかんやろ。バツ。しなさいあんたら。あんたらって誰にというかしらんけど。これだ。あんたたちはしなさい。しなくていいんだ。他にも妊婦、警備中の警官などがシートベルトをしなくてもいい。なんてこったい。問題。かつての大スター山口百恵の映画初出演作品は伊豆の踊り子だった。丸かバツか。知らない。知らないから丸。どっちだ。正解は。二択を当てるか外すか。外す。小軸作品年頃でデビューしてます。残念でした。問題。スペースシャトルの乗組員は身長の上限も決められている。丸かバツか採た。どうなんでしょう。バツ。それはもう好きな長さで言ってくださいよ。身長ぐらい好きな長さでいさせてくださいよと決められてました。
193センチ以下です。河合俊一はなれないということですね。河合俊一さん、いってらっしゃい。今日も元気に、いってらっしゃい。何の話？問題。アライグマは物を洗って食べる。丸か。丸じゃないですか。洗うでしょう。アライグマ言うてんねんから。はい、丸。そらそうじゃん。北アメリカに住み、物を洗って食べる習性がある。うん。あの、ボノボノで習ったよね。アライグマ君はサツマイモを洗って食べるんだねっていうところをね。ボノボノで習った。問題。剣豪、千葉周作は、現在の千葉県下総の出身である。知らないから×知らないときは直感だ。考えてもどうしようもないときはもう直感だ。OK、×北辰一刀流の流祖、姓は平、名は関といい南部の、その、岩手県の方です。だそうです。問題。春の七草がゆと同じように、秋の七草がゆもある。七草がゆなんかしらんけど、七草自体はありそうやねんけどな。七草がゆではないんか。正解はこれだ。秋の七草みたいなのありそうやな。ああ、観賞用です。うん。やっぱかゆ、おかゆかどうかっていうところが重要だよね。耐えました。問題。勝ち力士がもらう大相撲の懸賞金、袋の中には現金が入っている。丸かバツか採った。あれは現金だから、中には入ってない。わかんない。バツ。正解はこれだ。丸。場内放送料、取組表の印刷代などの手数料と本人名義の貯金を引いた、残りが現金で入ってる。だそうです。まだ敗者復活がいけない。前回の収録2時間半しまして、今回ももう40分経ちましたので、もう3時間超えてやってますけれども、未だにウルトラドームから脱出できません。通過できず高いな今回のハードル。むちゃくちゃむずいわほんま。2万5000人を超える参加者の皆さん、コメントによると、お待たせいたしました。これより国内機内クイズが一番難しいらしいですけど、機内クイズの難しさが異常らしいんですが、今作はここどうなんでしょうね。そこまでまずいけるのかどうかっていうところですよ。自由の女神はユニセフから母の日にカーネーションを贈られる、そのような事実はない。パスナース私知ってんす。一回間違えたから知ってんす。こういう事実はない。問題。女子の柔道では柔道着の下に何もつけていないとルール違反になる。あ、なるんちゃう？それ。丸か、バツか。なりそう。正解は。なりそうな感じはする。おっしゃ。下着を着なきゃダメ。行動管ルール。国際審判規定をもとに下着の着用を定めています。だそうです。問題。よく似た姿のあやめと勝負。漢字で書くと全く同じ文字である。まずあやめと勝負が何かわからない。勝負湯の勝負か。あやめ。丸ちゃう？実は丸。正解は意外と丸やったパターン。おお。
ああやって書きます。それでアヤメと勝負と読むみたいです。問題。蛍光灯の缶の内側には蛍光塗料が塗ってある。もう分かんない、分かんないが回る。直感でいけ。お、丸です。すべての蛍光灯の内側には蛍光塗料が塗ってあります。だそうです。残り1806人。問題。電気クラゲには電気がない。丸かバツか採った。あれはでも電気じゃないの？電気じゃないですか、あれは。正解はこれだ。しびれだけ？あれじゃない、電気。電気を持っている生物は電気ウナギ、電気マナ、ナマズ、電気エイなど。うん。持ってないんだ。うん、持っていないんで、丸やから、丸であってんだ。持ってないんで。問題。東京温度は東京都の都下である。あれなんかスワローズかなんかじゃないの？正解はこれだ。 OK。 東京都の歌というとかが決まってます。昭和22年439人。問題。カメレオンは目隠しをされると体の色を変えられない。これは出たな。罰です。ありがたいね。ここに来て出た問題が出だすと本当にありがたいよ。罰です。帰れます。その後208人。次こそ決まるでしょう。問題。給料の前借りは法律で認められている。丸か前借り。丸。どうだ。丸です。認められています。労働基準法で病気、災害、出産など非常の場合には前借りが認められています。非常の場合のみです。100人。通過。やっと。やっとです。計3時間14分でようやくの通過です。100名決定。ありがてえ。セーブして非常に。お、できる。ありがてえ。セーブするし。そんなもん、すぐセーブするし。ということで、次回以降は成田空港から始めれそうですね。第2の線。今に第2の線はじゃんけんです。これも敗者復活戦ないんかな？やっとよ。やっと次の通過ポイントいけた。これより国内脱出の夢を阻むじゃんけん大会を開始します。じゃんけん大会。ルールの説明をしていただきましょう。はい。ここ成田空港での国内第二次予選はウルトラクイズ恒例のじゃんけんを行います。はい。3回先に勝てば勝ち抜けです。気合で勝ってください。気合で勝ちましょう。どうやって決めるの？なんかジャンケン勝った。バツボタン押したらチョキにした。四角押したらグーない。むずいな。丸押したらパーない。わかった。やっと操作方法がわかったよ。負けんかい。負けなんかい。やっと操作方法が分かったにもかかわらず負けなんかい。しかし復活ないんか。じゃんけんマンいてくれよ。ちょっと荷物多めになってんの。ほんまに海外行く気やったのにな。で、うん、まあまあ脱落はいいんだけど、脱落はいいとして再開はできないの？
スクポイントが再開したいです。私再開したいです。続きからが出ましたありがとうございますOK これでウルトラドームを回避できる。ありがとう、ありがとう。じゃんけん、さっさと通過したいな。でもこんなんで2時間とかやってられへんからな。さっさと通過したい。これこれより国内脱出の夢を阻むじゃんけん大会を開始します。さあルールの説明をしていただきましょう。もうすごい、もうやりたくて仕方ない。こんなにじゃんけんやりたくて仕方ないことなかなかない。せーの、じゃんけんぽい。はい、こう。せーの、じゃんけんぽい。なあ、負け。せーの、じゃんけんぽい。はい、こう。せーの、じゃんけんぽい。よいしょ、よかった。1対1。せーの、じゃんけんぽい。なあ、負け。辛いぞ。あと2ポイント取らないと。せーの、じゃんけんぽい。あ、行こう。せーの、じゃんけんぽい。あ、行こう。グー出せ、じゃんけんぽい。グー出せ、グー出した。よっしゃ、勝った。さあ次で決まるか。第2。せーの、じゃんけんぽい。負け負け割ともうどうでもいいんやけどな。もう時間かければもうとりあえず合格するしな、これまあ今とりあえず2回連続で負けました。四角。せーの、じゃんけんぽい。よし、一勝。せーの、じゃんけんぽい。おわ、行こう。まあチョキだけを出して勝ってやろうと思ったけどチョキだけで勝つ男にしてやろうと思った。なあ、またもうパターンを読まれたか。俺チョキしか出さんというのがバレたか。やめて、バレないで、バレないで。おい、またチョキだで、またチョキだで。パー出すかもよ、パー出すかもよ。よっしゃ、チョキ嫌なやつチョキしか出さない男、チョキしか出さなくて勝った勝利。耐えました。これでチョキオンリー合格。イエーイイエイ。50名決定しました。さあこれでいつも通りの機内クイズへと向かうと思います。そしてグアムへ向かうんですかね、というところだと思います。じゃんけんのクリアデータ、じゃんけんのデータ残してもしゃあないけどねまあとりあえずニューファイルに残しておきましょう。さあ成田からは第3チェックポイントです。50問ペーパーテスト、機内クイズ。さあアメリカへ旅立ちます。機内ではペーパーテストを心ゆくまでお楽しみください。心ゆく。さあルールの説明をしていただきましょう。はい、早速ですが機内50問ペーパーテストを行います。制限時間5分。制限時間は5分です。1分で10問とか。5分ラインを超えなければグアムに上陸できません。頑張ってください。かなり早めに打っとかんとね。60秒しかない。60秒で10問とかなあかんから、1問6秒で答えな。むず。計算合ってるよね。いや。むずいよ、それ。行きましょう。合格ラインがどこかわからないけど、まあ、とりあえず上位に入らないと通過ができないということですね。上陸すらできないと。上陸強です。じゃあ行きましょう。5分間、50問。行きましょう。それでは参ります。よーいスタート。よーいスタート。言うてる前から始まってるよ。これ どうしたいの。 ABC ABC はどうしたいのこれえ、何これ、どうしたいの。四角、四角が A ないことは B が×で丸が C か。
知らないよな。黒澤明。習字に使う墨の数え方。超。領収書に書く名前。上さん。インタビューで本なのか。知らない。はい。惑星を持たない金星と水星。上から読んでも下から読んでも同じ。海軍。キウイ、原産地、中国。アメリカの、航空機関見つけたな。スモーコロシアン。実際にある木。バクチの木。3匹の子豚。一番上の兄さんが作った家。一番上。レンガ。気温の低下により空気中の水蒸気が飽和して結晶となる現象、ダイヤモンドダスト。チャイコフスキーが初めて作ったバレエ曲。悲壮。トドメイド。トドメとは何の植物の実。ヤツデ。ホオズキの袋は植物のどの部分。ガク。ビクトリア女王御用達のウイスキー。シーバス。魚辺に春と書いてサバラ。警視庁で偽札のことを普通なんと言う。官兵。アメリカインディアンの種族。知らない。クリン族。ロボット刑事 K がいつも着ているの。アロハシャツ。卒業旅行。デビューした時の芸名。木村太郎。カントリー&ウエスタン。あれはテネシーかニュー、ナッシュビル。あと宝塚花組。知らない。し。片栗粉。片栗のどの部分。茎。ベルマークの点数で最も 100点。ピアノ。鶴岡市。鶴岡。知らない。か、あ、亀岡か。亀岡と京都。IS11。知らない。フランス。マイフェアレディ。娘の名。イライザ。サザンカ。アルバカーキ。グリヌイ。知らない。長山。ソイドファイター2。竜のテーマ曲。嵐になれ。知らない。出生数と死亡数が全く同じ。水平人口。カメは爬虫類。哺乳類。愛と記憶の日。追憶の日か。船長。伊豆の植物。七福。何これ。源氏大根。最も腐りやすい。鳥。エデンの東。イリア。日清食品専属のレースクイーン。知らない。加藤玲子。雪国の舞台。湯沢。高原の二人。お笑いタレント。ミカノリ。キーストンコンビ。B かな。お年玉付き年賀はがき第1回の特賞。ミシン。
残り5も、ロウハイで最も苦が多い、分かんないなこれ。三つ星は夏、植物やばい、残り2も、たらミシンや、はい、もうとりあえず押すだけ押したとりあえず押すだけ押したよ。時間ギリギリまで使ってとりあえず押すだけ押しました。さあ降りれるのか、タラップに降りる、ブーブーでした。何問正解したかもわからんのかな。とりあえず開花されます。東京向け、東京直行か、東京直行と書かれてるのね。四角ということで、とりあえず機内クイズ、まあ、失格したんですけども、この機内クイズ攻略の鍵となるのがどれかのモードですちょっと曖昧なんだけど、どれやったかな、トライアルモードやったかな。これ機内クイズ正解してるのか不正解なのかわからないというところなんで、これをちょっとね、正誤判定をつけるためにこのモードやったかな。コンペイト、あ、これです。このモードやったら最初の20問ぐらいは正解か不正解か教えてくれるんですよね。それを使って、これ今の正解は C だったということですね。正解がわかるので、これをちょっと使って、ある程度ね、こう問題を覚えていって機内クイズに挑んだ方が通過率が上がるかなという感じですね。財津さん、はい、正解。英語、犬かき、あ、平泳ぎ。望月さん、はい、違う。千島、八王朝、魔敵、ジュピター、ホワイト、ブラック、カレススキ、シクラメン、オーケーシクラメン、セルロイド、ジャムおじさん、天然色で物、猿ね、ロンドン、おお、瓶、水、お、白井さん、八千草香る、おお、そうよね、竜宮の使い、熱盛で出てくるよね、青玉、ルビー、サファイアやったっけ、新風景、はい、違う、北枕という種類からそうかな、キス、フーグ、車検、車体、車両検査、はい、もう20問、21問目以降はもう正解か不正解か分からなくなるというトライアルですブレネリの仕事、羊飼い、トーキング、野菜の中に入るのイチゴかな、ヤゴは何の幼虫、ヤゴはトンボ、スピード記録更新戦に与えられる賞、オスカ、インドネシアの卵、キース、三角形の歯の俗称、袴、アランドルの主演映画、侍、
妖精が書いた本か。じゃあ北条記。ブレーメンの音楽隊。犬か。最も古い作品。死。ちょんまげで髪を剃り落とした前頭部。芋焼き。サウジアラビアにない。うん、本屋。ポテトサラダはジャガイモセット、コールスローサラダ、キャベツ。一着失格。何それ。ビモンゴル帝国傷がジンギスカン。フービーライ。デムジンやったっけ。エスカレーターの語源。坂道。スピーカーのメーカー。ボーズ。トトカルチョ。イタリア。どうもの熱帯魚。スコーピオン。誰だ。デーブ・オークボか。三段飛びか。犯人の秘訣。頭を寒くして足を熱く。自動的に安い回線を狙う。知らない。 PDSPDS 株式会社。知らん。三つ指と本来なく薄い、うん、親指。知らん。高倉健。千葉新一かな。名前なんだ。はい、残り2問。とりあえず押した。とりあえず押すだ、押すだけ押した。で、これで何問正解かは分かると。最終的な成績が分かるはずなんですけど。さあ、何問正解なんでしょう。1問2点とかなのかな。半分だけ正解です。おそらく25問正解したということですかね。うん、っていう感じで、最初の20問しかわからないですけども、まあ一応ね、何問正解したかというのと、20問目までの正誤判定ができるので、まあ、これをちょっとある程度プレイしてみて、それで機内クイズに挑みたいなと思います。ランキングデータも一応保存しておきましょう。テンタがとりあえず50点でランキング入賞したみたいですから、はい。並びました。トップと並びました。トップタイですという感じなんで、ちょっともう一回だけやって今週終わりにしましょうかね。もう一回だけ練習しておきましょう。もう一回だけ練習して機内クイズやって終わりましょうかね。うん、ガバガバな設定ですけど、いきましょう。沖島。マウ。違う。ハワイ。人間発電所。じゃあ、ブルーテンス、ブルーノさんマンチ、東海帝国の知事、大勢、違う。真ん中は黒。よいしょ。恋に落ちて主人公の二人が出会うのは、復活祭。ああ、クリスマスイブ。音の強さ。わっ。最後を遂げた寺。本能寺。
建築用そうめん、あーラーメンマシン、日本でいう日の出は次のうち、出かかってるとき、よし、顔に含まれる部分、額、いい、顎、で緑の山手線という歌を使ったの、いい音橋、よし、他の州と隣接してないのハワイ州ともう一つアラスカ、森の人という意味がオランウータ、地球は多かった、ガガーリン、地獄の一つカブチ、旅行者保険が故障してくれない、カメラ、酸化ウラン、黄色の粉末を何という、イエロージュース、イエローケーキ、総理大臣、慶応、うん、早稲田、高校総体のこと、インターハイ、アメリカ、カナダが英語の他にこう呼ぼうとしてんの、すべてオフランス、美は、あ、モテない。モテなかったね、そういえば。考え危ねえ。シアン。ダッシュは。朝だけ朝湯。朝ね。ポスターの奥さんの名ローズ、フランス大統領官邸になってる宮殿、エリゼ、移転周期が長い、分かんない、知らない、火星、今日より帰りは怖いと言ったのはどこの道、知らない、最年少受賞者、分かんないね、ウイスキーの太郎、ホワイトオーク、このホワイトオークは何の木、菓子、木粉が最も長かったのは昭和、ステンドグラス、ステンドの意味、接合した、日本画の大体、分かんない、毛糸の編み方、アフガン、アジゴさよならの意味、もともとの意味、あなたにボディヒーを、おお、カナリア、音の強さ、ワット、アープ兄弟とドグホリデーが OK 牧場で決闘した相手、シャープ、枝豆、はい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 、おう、おいし、大豆や、カフカ作変身で主人公は何に変身する、虫、猫がうるさいですけども、なんでしょう、テレパン、タンポポコーヒー、肝臓、時間がない、
全然時間がない。あ、時間がなかった。2問3問ぐらい答えれない。そんな中ではございますが、最終的成績はどうでしょう。割とその序盤の方は答えれなかったけど、後半盛り返したよね。で、21問目以降は知らんけど後半を折り返してたよ結構。50はいくか、50はいかないか。お、いった、50超えた。58。3問ぐらい答えれてもいなかったの。ベスト10おめでとうっつってなんかコーラ画像みたいなね。あ、毎回エンタで言ってくれへんね。すげえやりづらい。もうこのエンターボタン押すのがすげえめんどくさい。エンタだけに。エンターボタン押すのめっちゃめんどくさい。さあ、ということで、これで1位入れんちゃう？それぐらいも消してください。うん、1位です。ベスト10、1位。イエイ！ということなんで、2回ほど、ある程度、答えが分かりました。同じ問題が出たらいいなと思いながら、機内クイズ、2度目の挑戦をしていきたいと思います。さあ、アメリカへ旅立ちます。かなりね、機内ではペーパーベスト、2時間配分難しいですね。1個6秒って分かってても、1問6秒って分かってても、なんかこう、時間使いすぎちゃう問題が出ちゃう。難しいですよね。行きましょう。なんとかとりあえず全部は答えたいね。フリューゲルス。まあね、とりあえず。NC。南北に貫く大構造体。ホッサマグナ。腸に梅。知らん。皇居、ところてん、木風、なん、小風、知らん。金曜日、国宝なの。なんだろう、ざむ、たわし歴。サウザークラフト、キャベツ、サウザー、ね、人目につきやすいから。ブーケ、スポンサー、コカ・コーラ、カメハメハ、この内臓を取り除いたもの、キリコ、ムーミン、スケロックが刺している傘、ジャノメ、知らぬ言い方と、雲流、総書、会書、行書、一番短いの知らん、超か、一番北海道、ワインはブドウから作るか、ウォッカは大麦とか、軟骨は、セクシーダイヤモンド、知らん、太もも、軍人、登場、エビ、主人公は
モグロさん、風の谷のナウシカの声、島本さん、レオポン、ジャリン工房、丸星、キャッチャーボード、カニ、ポルトガルから来た外来、カッパ、あ、アルバイトかな、陰暦で6月みなつき、あずきやったっけ、打点王、ディープ剣、コサイン、制限、シート、ハマグリ、なんだこれ、ノルル、ドンパン節、こちら来た、ソナチン、ボヘミアガラス、チェコスロバキア、最も東、ドロフ、ラッセルやったっけ、川中島で用いた戦法、知らんな、プロ、日本のサッカーチーム、着ることのできない日本の色、プロ、爪楊枝の名所、ゲイシャ、最も死の多い都道府県、埼玉、予定外のところで取る長い休息、ビバ、あー残り2問、急いで、いや、はい、とりあえず急いだとりあえず急いださあどうだ、とりあえず急いで残り1秒でなんとか50万解いた。さあどうだ、たらっぽ降りてドン、ない、残念、今回も通過ならずでございました。四角、はい、ということでとりあえず今週はここまでしたいと思います。まあ、実習以降ウルトラクイズトライアルで機内クイズの問題をちょっと覚えつつ、機内クイズも解きつつ、次の通過を目指していきたいと思います。来週はグアムにたどり着けるかどうかというところです。大事な一戦でございます。まあ、セーブ機能があるというそこだけでもう本当ありがたい、あざーすってなるやつ、それぐらいに難しいゲームでございますが、なんとかクリアまでなんとかやっていきたいと思いますので、第4回ウルトラクイズもお楽しみに。また来週木曜日にお会いしましょう。ゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。